はい、ガッチャンです。ブログを書くのがめんどくさくて、今日は動画にしました。ですね、昨日ね、地球歴って知ってる？みんな。地球歴。はい。十何年前から日本人の方が作ったものなんだけど、まあ、太陽暦とか太陽暦とかいろいろあるけど、一緒。まあ、カレンダーなんだよ。でも、太陽が基準じゃなくて、地球が基準っていうかな、もっとね、宇宙的な、大きいスケールを感じるような、壮大な感じのね、カレンダーなんだけど、昨日ね、昨日だったかな？おとといだ。おととい、それを作った、先生のね、講演会があって行ってきたんだけど、好き。考え方も、人も、魅力的、とっても魅力的な先生だった。その中で、まあ、いくつも、思い当たるところがあるんだけど、やっぱりね、社会が今変わろうとしてるっていうのはみんなよくわかってること。でもみんなが思ってるレベルじゃないレベルの社会の変化が、人の変化が来るっていうのは、やっぱ時間通過も含めて、そういう時期なんじゃないかなと思ってるんだよね。そんなお話を、まあ積極的にできるような方でしたね。なんかね、勇気が持った。まあ、その中で時間通過がどういうものかよくわかんないけど、まずはね、カレンダーを毎日見る。で、自分の、1年間自分をちょっと記録してみたいんだけど、どういうふうに記録しようかなって思ってるんだけど、今だったら、体重、体脂肪、精神的な安定度、で女性性度、性別度合い、食欲、こんなのを、ちょっと、データ化してみたいと思ってます。まあ、1年間通してデータ化してみて、まあ、何年かやったら多分ね、私も地球のそのエネルギーによって大きく左右されてるんじゃないかななんて思うんですよ。面白いデータが出るんじゃないかな。はい。まあ、その中で、まあ、やってきたんですけど、寝る前にね、瞑想を、まあ、そうだな。瞑想する前にちょっとちゃちゃっと一日を振り返るみたいなことをやってみたらいいんじゃないかな。その中でちゃちゃっと記録しておいて、毎日色を塗っていった方がいいんだろうな。色塗るスペースがあるのかな。ちっちゃいのがあるんだけどね。ちっちゃいワークシートに数字を入れて、で総合評価で色を塗っていこうかな。
5段階だからな。うん、そうしよう。そう、そうしないとちょっとあのでっかいのは、うん、なんかちょっともったいないな。うん、そう、自分の評価を、うん、と数字にして、うんと、アクシとちっちゃいのがね、メモしていこうと思ってます。うんと、うん。体重は朝起きた時に測ろう。体重も体脂肪率も朝起きた時に測る。そう。そうしよう。うん、そんなわけで、まあ、よくわかんない体脂肪率じゃなくて、うんと、低い歴なんだけど、まあわかんないのはチャレンジしてみる。そう、気になるんだからチャレンジしてみる。これを全部わかろうとするのは、頭でわかっても、体でわからないと意味がねえんじゃねえかな、こういうのは。うん、中で、地球劇に積極的にチャレンジしていきたいと思います。今日は、うんと、なんかね、決められる日でした。うん。なんかね、決断できる日。なんかね、そう、私ね、やっぱさ、自分を表現するっていうことがすごい好きなんだよね。何で表現してもいいと思うんだ。ファッション、服、生き方だけど、それをまるっと凝縮して一つにできるのが電子書籍なかなと思ってます。そんなわけで、これから電子書籍を発行します。はい、もうアマゾンの手続きは終わったので、コンテンツを作っていくだけと思うんだけど、名前ね、タバコが美味しくて。仕方ない。うん。まあ、おかわり。そうだね。そんだけでダラダラってした動画だけど、 DTube あと YouTube にこの Facebook に、まあ、日記みたいな感じで載せていきたいと思うので、またよろしくお願いします。ガチャでした。